おたんこメイドさん、あなたにはこれから悪の道の第一歩を踏み出していただくでございますわ。この私の忠実なしもべとなるため、あなたにも悪事を働いていただきます。
あの子に魔法をかけた。それは見物ですわ。では本日も張り切ってまいりましょう。はい、ビギンでございます。体内に飲み込んだ新たな戦士の誕生ですわ。さあその力でこの世界にウイルスをばらまくでございますですわ。誰に命令してんだこら。え、私に命令するなんて覚悟するのはあんたたちの方よ。
ないわね。国分寺メイド隊までもやられてしまうとは。萌え、そろそろ本気で行きますか。萌え、と萌え、いらない。萌え、萌え、萌え、おまじちゃん、萌え、萌え、萌え、だってことは萌え、お資格をなくすってことも言うよ。萌え、萌え、
行きますわよ。はじめの追跡、ゴー。そこのアースさん、お覚悟。だなんて、それにメグちゃんたちが私の家のメイドさんだったり、変なウサギが出てきたり、本当に変な夢。まだ5時か。もう一回寝ちゃおうっと。おやすみなさい。
萌え属性チェックのコーナーでございますわ。ここまでのプレイからあなたの萌え属性を分析いたします。まずは萌えポイントの分布をご覧くださいまし。なるほど、ここから推測いたしますに、あなたはズバリ十分に萌えレベルは高いのでございますが、あと一歩ですわね。萌えの道は一日にしてならずといったところでございますですわ。この結果に満足せずに萌え堂に精進してくださいまし。